マイネームなるちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。おぐりしゅんです最近、平日じゃなくて、休日をピンポイントに攻めてくる台風に切れてます。寒くなってきているので、風には気をつけたいですね。確かに、台風ちょっと立ち悪いですよね、今ね。うん、さて、今回のお題は、もうさらっとくんな。えー、7の謎はまだ何ぞなのだぞ。<laughs> きついな。3回言えればクリです。 それでは、早口言葉騒動チャレンジ、お願いします。重ねてくる系ね。よし、はい。7の謎はまだ謎なぞなぞ。<laughs> 7の謎はまだ謎なぞなぞだいや、無理じゃねこれ。ほんとに。ギアクルステイ中、中 はい。というわけで始まりました。レイヤックルステイチューンのお時間でございます。えー、私、ソーシャルメディアインフルエンサーのレイギャルンです。こちらの YouTube 配信では、私、レイギャルンの日常や趣味など、いつもとは一風変わった生活背景をラジオ形式でお届けし、リスナー様である皆さんと楽しくコミュニケーションをとっていく、毎週金曜日配信の定期生放送になっております。はい。 定期生放送なんですが、今回はちょっと、えぇ、ー、収録の方で、えー、撮らさせていただいておりますので、えぇ、ー、お付き合いのほどよろしくお願いします。また、当番組の感想などをつぶやく際は、ハッシュタグ、レギャステでつぶやいてみてください。ということでですね。はい、もう早速、もう早口そ導チャレンジ早口言葉そ導チャレンジか、うん。もうなんか恒例になってますけどね。いや、もう本当に、もうなんか、うん、全然簡単にならないですね。もう本当に、難易度はもうずっとハードなままなんですけども。はい、ということでね、えーはい 配信で、配信じゃない、<laughs> 収録でやっていきたいよということでですね。えー、あの、さっきもお便りでありました通り、あの、台風がすごく近づいておりまして、あの、マジで、あの、やめていただきたいっていうのもですね、えー、まあ、今回なぜ収録かというと、私、えー、本日のですね、えー、っと、夜、えー、また、あ、大体22時、 23時ぐらいかな。えー、ちょっと夜行バスの方ですね。えー、また、えー、東京の方に、えー、行かないといけません。はい。えっと、土曜日にね、えー、ちょっと、まあ、あの、押している声優さんの、えー、ちょっとイベントがあったりとか、えー、いろいろ様々ありましてですね、まあ、そちらの方に向かわさせていただくんですが、あのー、本当に雨が怖いです。マジで降らないでほしい。ちょっと勘弁してほしい、本当にね。うん、まあ、別にあのー、夜会で行われるイベントではないんですけどね、もう、道中雨にかかりたくないんですよ、やっぱり。うん、ちょっと困りますよね。ってかもう、ほんと、この間の、うん、先週のね、あの、兄ちゃん ライブの2日目にも参加しましたけども雨がすごくてもう本当にあれでもうこりごりなんですよ。うん、でもう本当も台風もうこれで十分だろうと思ってたらねまた新しいのが来て。 ね、あの3連休をねあのぶっ潰しに来てるということでねあの本当に勘弁いただきたいものでございます。はいえー、ということもありましてですね、えーとまあ、結構私あの今週はですね割とちょっともうバタ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 しておりましてですね、はいまあえー、とこの収録に関しましてもねあの結構あの割とねあの遅いめの時間に、えー、撮る、えー、ことになってしまいまして、えーとまあ、ずっと編集の方してたんですけども。 はい。あのー、ちょっとね、この収録終わった後、あのー、投稿の準備とかしまして、あのー、その明日の準備とかがまだできてないんですよね。うん、<laughs> 何してたんだよ、お前ってね、ちょっと言われるかもしれないですけど、あちょっと今から、あのー、支度、身支度とかもしてね、もう大体いいあのー、まあ、夜行バスの時間もありますので、えー、まあ、なんだろう、その、ま、あ1時間、2時間前ぐらいにはね、次入れないといけないので、はい、そう。いや、もう、本当にバタバタで。えー、で、ほん、 本当に、えっ、ー、と、いくつかね、えー、皆さんにね、ちょっと、あの、謝りたいこともありましてですね、あの、今週の水曜日、うん、あの、ちょっと、まあ、毎週、私、水曜日にねあの、ゲーム配信の方やらさせていただいているんですけども、えっ、ー、と、今週ね、ちょっと、あの、水曜日に、あの、ットの用事がありまして、はい、あの、ちょっと、あの、水曜日に配信ができないと、はい、ということで、まあ、木曜日の方に、えー、ずらさせて、えー、いただきましてねあ、あの、昨日ですね、はい、まあ、バイオ配信の方をね、させていただいたんですが、えー、っと、 あれなんですよ木曜日で自分でその配信時間をずらすって、えー、言ったのにもかかわらずですよ僕木曜日なのになんかあのゲーム配信を21時からやるって自分でこうつぶやいた瞬間からですねあ今日水曜日だ ってていいいいうわわけのわからないあの勘違いをしししまいましてですねちょっとお疲れかなっていう <laughs>。そう。で、あのー、僕、あの、そのね、スマホに、あのー、スケジュールアプリみたいなのを入れてまして、だからその、大体いい、だから、月曜日と木曜日だったら、あの7時ぐらいになったらね、あの通常動画配信みたいなんで、こう、スマホに通知を送るようにしてるんですよ。うん、で、普通に昨日、だからあの、配信の準備とか、えー、しながらですね、まあ、ちょっと、あのー、まあ、ご飯作ったりとかね、なんか、いろいろ、普通にそんな感じのことしてたんですよ。 <laughs> うん、じゃあ、えーあのー、スマホピローンってなって確認してみたら通常動画配信19時っていうアナウンス来てあれあれ今日ちょっと待っていや水曜日じゃないあれあちゃうやん今日木曜日やん通常動画やんみたいな、うん、そう気づくっていうね、うん、いやもうちょっと僕そろそろあれかなちょっと頭がやばいかもしれないで,<笑><笑>でそんな感じでね あのなかなかとちょっとバタバタした一週間になってしまったような気がしますただあのまあ水曜日にはね、まあ、そ,のその別件でちょっとこうあのんだろう、うん、ゲーム配信できなかったっていうことなんですけどもあの、まあ、別件でその,あの別件うんまあ配信にはなんかまあ出てたって形になるんですけどあの声優 e スポーツさんの方の、えーまあ、生配信がありましてまあその参加型のね、うん、であれ実はそのなんか 別に絶対にその、まあ、出演、あの、出演というかね、その、参加はできるんですけど、あの、声あり出演っていうのは本当にランダムで、あの、すでにあの、e スポーツさんのね、あの、動画見てくださった人はもう、あの、全然わかると思うんですけど、あの、ルーレットで決まるんですよ。うん。 あそのまあ、声優さん、まあ、村上夏美さんなんですけどを、まあ、そのエイペックスで協力できる、えー、人っていうのを、まあ、抽選で、えー、もうその場抽選で決めるみたいな、うんで僕もそこまでねあのいや当たらないだろうと思ってたんですけど本当にその時にピンポイントにバンって当たってね。うん ガッチガチで緊張しながら、もう久しぶりだと思うんでね、エペックスのねあの、なっちゃんと一緒にまた参加させてもらいました。あの今週の水曜日ですね、だからおとといです。はい、まだ、あのーえー、まだというか、ずっとですね、あのー、e スポーツ、声優 e スポーツさんの、えー、っと動画アーカイブの方にですね、えー、っとその動画、えー、上がっておりますのでね、あのぜひ気になった方はね確認していただければなと思います。はいということで、まあ、ジェンダー。うん 安全だあ、まあ、最初の、えー、語りは、まあ、このぐらいにして、えー、早速、えー、最初のコーナーに行きたいと思います。ね。あの、つ進まないので、<laughs> 一人語り続けたらね。はい。じゃあ早速行っていきたいと思います。レイギャルの一問一答 はい。ということで、えー、一問一答のコーナー、今回もやっていきたいと思います。はい。えー、まあ今回もですね、あの、ツイッターの方でですね、皆様から、え、リプライたくさんね、ご質問、一問一答の方、送っていただきまして、えー、今回はね、そちらに関してさばいていきたいと思います。 で、えっと、今日なんであのマイクにエコーかかってないのって、あの、ちょっとさっき言い忘れたんですけど、あのですね、ちょっとあの、OBS っていう、まあ、あの僕の配信ソフト、まあ、皆さん多分、おそらく配信者さんだったら絶対これ使ってると思われるんですけども、なんか最近、あの、新しいアップデート入りまして、その今まで使ってた、その、あの、エコーかけれる、その、えー、なんていうの えー、プログラムじゃない。えー、っと、プラグイン。うん。プラグインが、なんかちょっと、あの、うまく噛み合わなくなっちゃって。うん。で、ちょっと、あの、今使えない状態なのでね。また新しいプラグイン入れ直したら多分治ると思うんですけど。今ちょっと、だから、あの、エコーはちょっと使えないといった形で。はい。まあ、まあ、次の配信までにはちょっと直したいんですけど。はい。ということで、早速、えー、読んでいきたいと思います。えー、マイネーム、うみさんから頂きました。ありがとうございます。ミカさん、レガマイの皆さん、こんばんは。こんばんは。先週まで、虹、えー、ヶ崎のライブ、最高でしたね。 はい、あ、いや本当に。うん。えー、今週はスク感カもあるので、行かれる方は楽しみましょう。では、ユニットライブにすべて行くと仮定して聞きたい曲は何ですかの質問をさせていただきます。今回は、クオーツです。えー、ということで、えー、ユニットライブにすべて行くと仮定して聞きたい曲、クオーツで聴きたい曲ってことですよね。うん。えー、っとね、俺クオ、やっぱり、 クォーツだったらねいやまあ生で聴きたい曲っていうのは確かにねいろいろあるんですけどもやっぱりまあ結構やっぱり結局はってとこになるんですけど僕も「ビューティフルムーンライト」あれが大好きで。うん Beautiful m o o n l i 聴かないとね、あのもう最高のベースラインなので、もうあの曲が多分クォーツの中ではね、意外と一番好きかもしれないぐらい、はい、大好きな曲なのでね、ちょっとまあ、ビューティフルムーンライト生で、あ、でも、その生でって見たことあるかなビューティフルムーンライトあたりってだってあれさ、セカンドライブとかでしかやってなくないうん、え、生で見たか俺。 え分からんちょっと記憶にないわもしかしたらユニットライブ行った人しか見れてないような気がするのでぜひぜひ生で聞きたいですねあの曲をはいお次いきますえー田舎者おじさんから頂きましたありがとうございますレギュさんレギュ前の皆さんこんばんはこんばんは、えー先 えー、あれだね先日は、えー、演歌していただきありがとうございましたこちらこそありがとうございます一問一答させていただきます最近ジグゾーパズルにはまっているのですがもしライブのキービジュアルがパズルになったとしたら使ってみたいと思うのは、えー、作ってみたいと思うのはありますか僕はアクア6のオーシャンステージの作りたいですといただいておりますありがとうございますあ確かにねああライブのキービジュアルね ああ、それがもし、ジグゾーパズルカーになったとして、あの、なんか、組みたいのがありますかってことですよね。え、俺、だ、そうだ、ライブのキービジュアルか。え、俺、ライブのキービジュアル好きなのなんだろうな。えー、そうだな、あのー、まあ、結構、アクアの時代は僕は、あの、全部のポスターを買っておりまして、で、結局あニジ、あの、虹、え、でもね、虹ちゃんもね、サードまでは買ってた。いや、セカンドまでしか買ってないのが俺、 うん、でもリエラちゃんあでもリエラちゃんはねあそうだ俺リエラちゃんの、えっと、セカンドライブツアーうんリエラちゃんのセカンドライブツアーのあのキービジュアルあのなんかこう全員がさなんかこうなん円,を円を囲むようになんかちょっとうまい具合にこうね360度配置されてるみたいなあのなんかこうイラストが結構ねなんかちょっとこうなんて言ったらいいのシックというかモダンというかあのなんか結構。 あのー、なんだろう絵のタッチがねその今までじゃない感じあのだからリエラちゃんのセカンドツアーのキービジュアルめちゃくちゃ僕好きなのでワンチャン作れるんならここらへん行きたいですよねうんんかめちゃくちゃね俺あれ好きだからあのポスター買ったんですよ僕うんそうそうそうはあ、いやもうぜひぜひいやでもなんかあのポスターサイズになってくるとかなり結構ね、うん、あのー、結構な 何でしょう多分時間かかっちゃうような気はしますよね。はい、ね。まあ、機会があればね、あのサイズも一回組んでみたいとは思ったりはしてます。えー、お次です。えー、黒沢るンさんから頂きましてありがとうございます。リカさん、ネギメンの皆さん、こんばんは。こんばんは。えー、アクアのソロ曲で、えー、お気に入りの曲は何ですか自分はルビーちゃんの、あ、ワンスター。ああ、なるほど、なるほど。ソロ曲でお気に入りな曲。うん。 結構ね、ご質問いただくんですけど、まあ、結構また今も新しい曲が増えてきてて、まあちょっとね、あのいろいろ環境とかも変わってきてるので。うーん。いやでも、あの、やっぱりその結構ソロ曲で僕好きなの、ずっとあのリコちゃんのね、あの曲 結構大好きだよっていう話をねあの推しはもちろんねもうかなちゃんのソロ曲も全部大好きなんですけど、うん、あの結構でもりっこちゃんの曲かなり俺は声がすごい刺さるよみたいな話をしたと思うんですけどあのー、最近だから一番新しいりこちゃんのソロ曲、あのー、まだちょっと視聴で何回かぐらいしか聞いてないんですけどめちゃくちゃかっこよくないりっこちゃんの最新曲。いや俺さあれもめちゃくちゃ刺さってめっちゃかっこよくない ってなってていや、本当に、いや、もうずっと顔買,買おうって思ってるのでい、ちょっと今思い出したから、この後買おうかな。そうそうあの、いや、そうなんですよ。あれめちゃくちゃ聞きたくてね、うん。いや、今ちょうどいい、いいご質問でございましたねあの。ちょうど今思い出せたので、うん。ちょっとタイトルがパッと思い出されないんですけど、青い、なんだか、青いピアノ、青いピアノ、なんたらかんたら、なんかあの、普通に文字だったらうその英語表記とかじゃなかったような気がするんですけど。 いやあれがねちょっと今はめちゃくちゃハマってるあのハマってか今からハマりたい曲ですね。 お次です仮面ベリーさんからいただきましたありがとうございますレギャさんレギャ前の皆さんこんばんはこんばんは一問一答いきますレギャさんのおすすめの、えー、自炊で作る料理は何ですか、えー、できれば学生時代によく作ったものがあれば知りたいです、えー、ちなみに自分はチャーハンオムライス、えー、焼きそばをよく作りますはいといただきましたいやすごいですあのー、まずねあの僕はっきり言えるのはあの僕学生の頃はですねあの料理一切できませんでしたはい <laughs> これガチで、うんあのー、一切できなかったというか、まあ、そのやったことがなかったんですよね、料理っていうことを、うん、学生自体はね、だから,バックスだからあの専門学校を卒業するまで。うん そうであのー、あまりにもさ料理とかそのまあ作れる作れないはまあ置いといてその経験がないからんか一回ちょっと作ってみようかなって,ってねあのー、まあ、専門学生時代のあのは、ー、僕はちょっとあの生きりながらもねそう思ったわけですよ。ちょっと料理作れてた方がよくねみたいな感じでね。うん、でその時あのー、料理本みたいなのをね買ったんですよ。ああのの誰にでもでもきる簡単おかずみたいな料理みたたいいなな、ね、料、あのー、料理理ねそう本を買っ で,んで「いやちょっと俺これ学生の時から料理できたらめちゃくちゃかっこよくねモテるんじゃね?」とか思ってあのめちゃくちゃイきり倒してねその料理本買ったのはいいんですけど全く使わなかったもう,もう本当に僕あのねこれね、まあ、この話の流れであのするんですけど僕ねあのね本とかその書籍媒体、うん、あのね、まあ、何か気になったものは割と買っちゃうことって割とあるんですけど。 僕読まないんですよね、うん、読まないというかあのそれでねそのたどり着いたのがね僕ねだいぶか活字が嫌いなんですよ、うん、だからあのその本読むのがすごい苦手で僕そうなんですよね、うん、本読むのがもうめちゃくちゃ苦手ででその結構友達からとかも驚かれるんですけど僕あの漫画とかあるじゃないですか漫画とかもどちらかといえばあの嫌いとかじゃないんですけど読まないんですよねうん だからあの、ね、みんな友達「少年ジャンプ」からあの出たその単行本とかねその集めてたりとか結構してる友達多かったんですけど当時あの僕全然その漫画に興味なくって、うん、あの書くのは好きなんですよ、うん、その自分で、ね、物語を考えてその漫画っぽく書くのは好きなんですけど読むってことをしないんですよね、まあ、矛盾してるんですけど。 <laughs> うん、いやそ、漫画読まずに漫画描けんのって言われたら、まあその、僕が描いてる、その、ま、ず学生の頃に描いてたんで、ね、もうちょっとお遊びみたいな感じでしたけどね、レジュメにね、なんかのコマ作って、なんかキャラ描いて、セリフ書いてみたいなぐらいの話だったんですけど、うん、なんかその漫画とかを全然読まなくって、うん。あの、で、その、 あ漫画って読まなくても、今はアニメ化あるから、アニメ見た方がセリフも入ってくるし、早いじゃん、みたいなね。そうなんですよ。なんかそう、だからもうアニ、あの漫画見るぐらいだったらもうアニメからでいいじゃんっていうタイプの人間なんですよね、僕ね。うん。あの、決して漫画が嫌いとか、そういうわけじゃないんですけど。うん。 でまあ今話に戻るんですけどそうそう料理の話だよねこれね、うん、そうだから結局その料理本も買ってあの結局その意気込んでた割にはまるで何も作らなかったっていうね何もしなかった何の成果も得られませんでしたっていうことででその僕就職するわけですようん でそのまあ僕あの介護職というねまあ、その介護福祉士の国家資格を取りましてでその最初にねあのこう本部からその会社に勤めてで本部から事令が下ります、はいあの。あなたはそのグループホームっていう区分の施設で働いてくださいって言われる。うん、で基本的に介護職ってあのちょっとあのコアというかその専門的な用語をちょっと使っちゃうんだけどあのまあ、一般的に言われるねその 何度とか言ういいかな老んとか、えー、っと特養とか特養って多分一番よく聞くと思うあとデイサービスとかねうん、まあ、ああいうそういうよく聞くような施設ってあの別に職員は料理しなくていいんですようん基本はねうんでも今僕さっき言ったねそのグループホームって多分皆さんねあ,のあまり聞いたことない 区分の施設だと思うんですけどあの認知症対応型共同生活介護っていう部,あの部類にね含まれるそういうグループホームっていう施設区分があるんですけどここに関してはですね唯一ですね料理作らないといけないいいとけんですよ職員がそ,うそれで僕そのまさかそのいきなりの事例でねそういうグループホームとかにあのその飛ばされるなんて分からなくってね僕、うんあの。最初は そのやっぱりこう病院勤めだったりそれこそ特用勤めだったりとかかなって思ってたんだけどいきなりねまあそのいきなりの島の孤島に移されたみたいな感じですよいきなり。で「えクループホームってことは料理しなきゃいけないってこと?」ってなったわけですよ僕的には。でいや料理もやったことないと思ってそこで、まあ、その料理本が役に立つっていう、まあ、その伏線回収にはなってくるんですけどまあ結局その全く料理したことなかったけど。 あの僕その唯一その就職して初めて煮物を作れるようになりましたっていうねはいただ僕逆に言えば煮物しか作れませんうんあの焼いたりえーえー、何や炒めたりとかあのいやいややれはできるのか知らないですけどやったことないんですもう煮ちゃう何でもかんでも煮ちゃう もう,もう、煮ることしか脳にね。はい。なので僕は煮物が得意で、えー、学生時代によく作ったものはまあ、ないです。はい。ごめんなさい。はい。ただ、あのー、煮物なら作れますっていう。はい。結構あの、あの、長く語っちゃったんですが、ごめんなさいね。えー、次々行きたいと思います。はい。えー、天使、えー、ヒロティールさんから頂きましてありがとうございます。えー、リガさん、ネギの皆さん、こんばんは、こんばんは。早速ですが、一問一答です。ラブライブシリーズ以外の 映画で映画館に何回も足を運んで見に行った映画ってありますか、えー、ちなみに僕は新エヴァですといただいておりますあ。ありがたい。いや、これいいご質問ですよ。はい。ラブライブ以外の映画で何回も映画館に足を運んだ。うん。心当たりあるのは2つです。えー、まず1つ目は、えっ、ー、と、先行のハサウェイ。うん。あのー、めちゃくちゃ良くて。 あのあガンダムね、うん、機動戦士ガンダム先行のハサウェイね、うん、まだあの2部出ないのかってずっと待ってる自分なんですけどもえこちらその僕あの 4DX であの見させていただいたんですよあの座席が揺れてあのすごいめっちゃ音とかもすごくてみたいな、うん、煙も出てその水しぶきもバーって出てみたいな感じなんですけどあのねめちゃくちゃよくて本当に自分が。 あのそのモビルスーツに乗っている感覚になれる作品でねそのハサウェイの 4DX もうそれ一回行ってあこれ半端ないわって思って、えー、で一回その 4DX いきなり見てあ じゃあもう一回見たいからとりあえず普通の映画でもう一回見ようって思って普通の劇場で一回見たら2回目ねそれがうんあでもう、ね、やっぱなんかつまんないつまんないというかその刺激足りないなと、うん、やっぱりこれ 4DX でもう一回見直したいぞってことになって3回目もう一回 4DX 見に行くっていうねうんそのぐらいもうハサウェイは、えー、大好きであのもうその後々ねあのその 何配信ソフトとかで。配信ソフトそのアプリか。うん、あの、アマゾンプライムだったりね。ネットフリックスだったり。あそこら辺に登場してからもね、2回、2、3回見ましたね。はい。うん、めちゃくちゃ好き。で、もう一つ心当たりに上がったのが、えっと、グランブルっていう漫画皆さん知ってますはい。グランブルっていうアニメにもなってますけど。あの、グランブルっていう、その、アニメ漫画の、えー、実写版。うん。あの、実写版グランブルを、 劇場にに回見に行きましたおもろくて、はい、もう面白すぎて、うん、あの皆さんぜひ見ていただきたいあの劇場版グランブル。あのただ、ただねこのグランブルに関してはね、あの僕、その漫画とかアニメを見てない状態でその実写版の方にはまったので、もしかしたら、ね、あの原作の方をリスペクトされてる方は、ちょっと、いや、これは違うだろうって思うかもしれないので、まあ、一応注意は必要なんですけど。 はい、あの僕はそのあんまりねその実写のアニメを実写にしたとかそういう系ってあんま見に行かないんですけど僕もうそれだけはもうなんかたまたま見に行ってもめっちゃくちゃ面白くて何回も見に行った記憶はありますね。うん、めっちゃ好きでした お次ですブレードメガさんから頂きましてありがとうございますレギュラーの3年生の皆さん,さんこんばんはこんばんはえー、早速1問1答失礼しますえー、仮にミューズがライブをするということになったら参加すると仮定をしてレギュさんはこれだけは瀬取りに入っててほしいという曲は何ですかえー、自分はまあ一つだけに絞れないですが、えー、僕らは今の中ですああいやいいねいや間違いないいやでも確かにこれはえー、絞れないうん まああのー、まあもちろんねもう一回そのミューズが復活してくれてやってくれるっていうんならもう僕はもう何の曲でもいいですけどやっぱりゆゆは聴きたいよねうんやっぱりこうもし復活するんならやっぱりゆゆゆの生は聴きたいと思ってますそしてえー、とハートトゥーハートかな僕は生で聴きたいのはハートトゥーハート嵐のえー、嵐 あらこい。うん。あの、ずっとファイナルライブで、この曲は絶対にやるだろうと思ってたけど、やらなかった曲が、えー、おそらくその2曲だったと思いますので、ぜひぜひその時のリベンジというか、えー、もう一回、えー、やってほしいなっていう、もう一回じゃないな。だから、初披露かな。やってほしいなっていう感じではありますね。はい、もう、あのー、死んででも行くよ。ミューズ出てくるってなったら。もう俺、ほんと命かけるから。もう次、ミューズ来るとかなったら、マジで命かけるよ。ほんとに。いくらでもお金出す。はははは。 <laughs> いやまあ、あんちょかけどな。うん、<laughs> えー、お次です。えー、TYG 片昌さんからいただきましてありがとうございます。えー、レイギャルンさん、ネギャマイの皆さん、こんばんは。こんばんは。レイギャルンさん、あさっては、機動戦士ガンダム、水星の魔女の、えー、前日録の放送ですが、えー、レイギャルンさんが、水星の魔女の、えー、前日録でいいのかなまあ、あのー、 何ていうのゼロアみたいな感じだよね。あれね。えー、楽しみにしていることは何ですか、えー、自分は水星の魔女の、えーまあ、前日談のストーリーが気になります。えっとですね、私もこちらに関しましては、あのー、普通にネット媒体で、えー、ご視聴させていただきました。アマゾンプライムかな、うん。だからもう、あのー、ゼロアは見てる形になります。はいえあのー、もしかしたらその僕が見てないやつ、うん、新しくもう1話ね。あのそのそ 前日談みたいなのがあ,のあるんだったらあのこれもう僕の解釈違いなので申し訳ないんですけどおそらくだからもうすでにあのネット媒体で公開されてるやつのことなんじゃないかな。あ、うん、あれ、あのー そそれこそあの福岡のねガンダムベースサイド F に行かないとあれ見れない映像なんですよ確かうんそうそうそう生でねうんでまあそれが結局そのいろんな配信媒体で配信されてっていった流れになると思うんですがだからテレビ放送も一応してくれるっていうニュアンスなんですかねはいまあ僕はもう本当に「水星の魔女」はねあのめちゃくちゃ見たいので、えー、楽しみにはしておりますはいお次です局長さんから頂きましたありがとうございますえレ、ー、ギュラさんこんばんはだよこんばんはだよ 質問いきまーすはい。あの、カッアムロって書いてあるので <laughs>。はい。えー、私はリガさんの影響で YouTube をやっているのですが、正直今のスタイルというか、意識しているところがリガ、えー、さんのまんまなんですが、オリジナル性を持った方がいいと思いますか,かっこえコ、えーえー、編集ソフト、オープニングの構図など。はい。なるほどです。えっとですね、あのー、ま、これはね、あのー、なんだろう、その僕が言えることかどうかわからんないんですけど、なんか、 その自分のスタイルってそのなんか後々から身についてくるものっていうのがまあぶっちゃけ正直な感想で多分ねやっぱりこう自分にとって憧れの人がいてなんかそのそういう人みたいになりたいなって思って多分こういうことって多分始めると思うんですけど。 やっぱりあのー、そうですね、最初は全然真似でいいと思う。で、その、まあ、ずっとこう続けてて、多分今の時代って多分、今時代というかその YouTube って多分真似しただけ、真似、真似、真似って言い方も良くないんですけど、ま、あリスペクトしてちょっと似たり寄ったりのスタイルでやっていって、 上上に上がるってこと多分でできないと思うんですよ今もう YouTube 環境ねこれはちょっとあのかなりあのもう難しい話にはなってくるんですけどまあ実際に僕の体感ねうんだからそうなってきた時にやっぱ実らないってなった時にこう自分のスタイル作っていかないとなっていう瞬間が多分訪れると思うのでその訪れた瞬間ちっ瞬間 小っちゃい枠組みなんですけどその部分ここはあこれが自分の成長かと、はい、あの感じる時がいつか来ると思うので僕の今言った言葉を忘れないで頑張っていただきたいなと思いますあのその瞬間がいずれ来ますいずれ来た時にあこれが多分レアさんが言ってたことなのかなっていうのに気づけたらもう勝ちです、はい、そこからあなたの多分 あの、局長さんのですね、あの、なんかこう、自分のレベルアップっていうのはどんどん始まっていくのかなと僕は思いますので、えー、ぜひぜひね、あのー、YouTube 活動を諦めずに頑張っていただければなと思います。はい、ということで、えー、次、えー、最後、えー、読ませていただきたいと思います。えー、ブッぶっちーさんからいただきましてありがとうございます。えー、自称オフィーリアが、えー、首輪をつけるのは変ですかといただいております。えー、 フィリアが首をつが首輪つける、うんもうだってつけてるからねぶっちぶっちくん首輪つけてるからねうんあのまこれ質問内容がねえ変ですかって聞かれてるんです僕ね、うん、そうお自称フィリアが首輪をつけるのは変ですかって聞かれてます、はいこれねうん変です 100人に、100人に聞いても、100人、100人中100人が変ですって言うと思いますよ。多分首割って犬につけるものなので。うん。人間がつけるものではない。<laughs> はい。ということでですね。はい。皆さんからいただいた一問一答以上になります。たくさんのリプライ誠にありがとうございます。 はいというわけであっという間にエンディングのお時間になってしまいましたえっ、ー、と収録ということでね、えー、ちょっとあのハーフハーフ <laughs> お時間30分とさせていただいておりますので、えー、お知らせだけさせてください、えー、私レーガルンワークスショップ、えー、展開中でございます、えー、LINE のスタンプもね販売されておりますのでぜひぜひこの動画の概要欄から見に行ってみてくださいそして当番組のアーカイブに つきましては、えー、メンバーシップに入っていただいた方のみが配置できる形になっておりますこの機会にぜひ、えー、メンバーシップへのご入会を検討してみてくださいね でえー、来週はですね、えー、っと9月の30日になると思うんですがこちらはですね、えー、レガステではなく、えー、レーゲルの宅語り、えー、レギャ宅の方を行いたいと思いますこちらに関しましてはね「えー、ラブライブ!」というコンテンツに関しましてあの皆様と深く語っていく、ね、お酒などを交えながらねあのもうコンテンツもう一本に絞って語っていく放送にしていきますのでぜひ興味のある方は見に来ていただけると幸いです はい。それでは、えー、次回の、えー、放送でお会いできればと思います。えー、レイギゲルンでございました。ではでは。